はい、こんばんは。いらっしゃい、楽しんでってください。寝るまで雑談やります。よろしく。こんばんは。9名さんいらっしゃい、楽しんでってください。深夜なんで人来ないと思いますが、お疲れっす。もう2時か。3時ぐらいには寝たいな。3時ぐらいには寝ようね。とんかつ弁当食いましたよ、とんかつ弁当。結局オリジン弁当行って、とんかつ弁当が一番コスパがいいんだよね。500円で大盛り50円増しかな。とんかつ弁当がっつりくるね。はい、ワード2、たくみさんいらっしゃい。寝れない感じ、たくみさんも夜中起きちゃった。まったりやりましょう。にゃんつば、トランプさんいらっしゃい。なに、つばにゃんがどうしたの。ドラム見てみようかな。自分のドラム聞いてみようかな。発達障害についてどう思います？まあ自分が発達障害だからな。生きづらいと思うよ。なんか今ではさ、発達障害っていう言葉が定着してるからさ、あ、アスペルガー症候群なんだとか、わかるじゃん。ああ、ADHD なんだとか。だけど、昔ってさ、そういう発達障害っていう言葉がなかったんだよ。概念がなかったって。言葉がないってことは概念がないってことだから。そうするとさ、やっぱりその、なんていうのかな。その、本人が努力してどうにかなることと、本人が努力してもどうにもならないことっていうのがあるんだよ。本当に。だけど、それが、その、できないっていうふうに思い込まれてたわけじゃん。だからまあ辛いよね。理解者が少ないわけだから、理解してくれる人がいないっていうのは辛いですよ、やっぱり生きていく上で。俺はなんだろう、その自分が発達障害だっていうのに気づいてなかったから。あい、おお、古代いらっしゃい。だからそれは気づけてよかったよね、だいぶ。ただのバカとのラインがわからなくて。あれだよ、発達障害って別に IQ とか関係ないから、頭いい人いっぱいいるよ。
発達障害イコールバカとは全然違うんだよ。全然違う。IQ の低さとかあんま関係なくて、逆に高 IQ で発達障害の人もいっぱいいるから、だからそこは関係ないんじゃないかな、あんまり。バカと IQ の高さ低さっていうのは。まあ何をもってバカと定義するのかにもよると思うんだけど。俺はだから自分の特性として相手が何言ってるのかよくわかんないっていうのがよくあるから。なんかマニュアル人間、機械人間っぽいよね、なんかね。だからピンポンに出てくる、スマイルとか思いっきり発達障害だよね、あれ。スマイルは絶対自閉症だと思う。自閉症っていう言葉を変えてほしいよね。あれ、あの言葉が結構誤解を生んでると思うんだよね。友達できないのは障害ですか？性格悪いんじゃないかな？わかんないけど。友達できないのは、まあ本人が必要としてないか性格は悪いか。例えばその広汎性発達障害って、発達障害っていう言葉の中には広汎性発達障害と注意欠陥多動性障害と学習障害っていう3つあるんだよ。3つ大きく分けると。で、広汎性発達障害の中に自閉症、アスペルガー症候群とかレッド障害とかで、注意欠陥多動性障害の方は不注意優位性とか多動性とか混合性とかある。だから人によって全然タイプが違うから。まあコミュ障も含まれるんだけど、だから発達障害って大きな括りで言っても判断しづらいよね。その人がどの特性になってるのかもあると思うから。まあ俺とかは空気読めないよね。まあでも苦しんでる人がいるからさ、それは手を差し伸べてあげた方がいいと思うけど。医者はなんで診断とかするんですか？本人が病気だからじゃない？本人が困ってるから医者は診断するんでしょ。医者なんだから。なんでって、病気を治すのが医者の仕事だからさ。診断方法は WAIS-3 っていうテストを俺は受けたのと、おお、セシモンいらっしゃい、こんばんは。WAIS-3、
っていうテスト。まあ、簡単に言うと IQ テストと、あとコンピューターでテストしたね。コンピューターで反応速度とかを測るやつ、目線の動きとかを全部記録するやつがあるんだけど。あと、心理テストかな。発達障害特徴があるから、まずカウンセリング受けるわけじゃないですか。で、カウンセリングの中で、俺がやられたのは、仕掛けられたって言った方がいいんだけど、梨とリンゴは一緒だって言われたの。で、梨とリンゴは違うって言って40分間大喧嘩になって。で、もう病院行きたくないっていう枠を開いたんだけど、ニコ生時代の時に、なんか医者にバカにされたっていう枠かなんか開いて。で、なんか医者に小バカにされてムカついたって言ったけど、なんかその時リスナーさんに看護師さんがいたんだよ。精神科の。で、それ有名なテストだよ。発達障害測るテストでって言って。そうそうそう。梨とリンゴは全く同じものだって言われて、で、俺は違うってずっと言い続けて、で、先生と大喧嘩になるまでやったんだけど、先生はわざと梨とリンゴは同じだって言っての。要は、協調性があるかないかのテストをやったんだよ。要はさ、例えば上司とか、学校の先生とかから理不尽なこととか、絶対間違ってることを言われた時って、普通の人だったら、あ、この人ダメだな、つって、妥協することができるっていうのかな。空気を読むことができるんだけど、その発達障害の人って、そこを譲らなかったりすんの。だから40分間大喧嘩して、で、俺はもう病院行きたくないっつって、すごいへらって、なんか最低の先生だみたいな枠開いて。そしたら、それは有名なテストだから、ワド大丈夫だよって言われて。で、翌週行ったら、君発達障害の傾向があるから、テストを受けてくれって言われたね。そう。だから、なんつうの、どうやってその人が対人関係でトラブルを起こすのかっていうのを心理テストで、日常会話の中でいろいろ仕掛けてくるんだよ。俺はそれがきっかけだったと思ってるけど。逆に私はそういう時に相手に合わせてしまうことに自分が不甲斐なさを感じることがある。でもさ、発達障害の、やっぱ自分の過去を振り返ると、子供の時からそういうことでトラブルが多かったのよ。なんて言えばいいのかな。自分が納得できないものはずっと妥協できないっていうのかな。それは信念とかそういうことじゃなくて、そういう性格って言えばいいのかな。でもさ、それってさ、なんつうんだろう。まっすぐすぎるじゃん。いい意味で言ってるんじゃなくて、悪い意味でまっすぐすぎるっていう。相手に合わせない方がいいか悪いかじゃなくて、社会生活を営めないんですよ。だって会社とかさ、人間社会で言ったら、折れなきゃいけないところって多いわけじゃん。だけど、自分が正しいと思ったものに関しては絶対折れないのよ。それってめんどくさいわけよ。そうなんだよね。発達障害っていう枠は大枠だから。そう、さっきもそれ話したんだけど、3つに大きく分けて、さらに3つに分けられて、自閉症スペクトラム障害、注意欠陥多動性障害、学習障害っていう3つに分けられるから、一概には言えないよっていう話はしたんだよね。どうでもいいやっていう風になれないのが発達障害の傾向なんだよね。例えば、まあ、自閉症の、じゃあ、主な症例とかを見てみようと思うんだけど、俺、当てはまってる部分と当てはまってない部分は自分で言います。 まず、社会性、対人関係の障害。目を合わせることができない。俺、逆。目を合わせまくるんですよ。だから怖いって言われる。俺逆ね。で、周囲に関心がないように見える。これはよく言われるよね。要は自分のことしか考えてないって言われる。周囲に関心がないように見えるね。関心は本当はあるの。ただ伝わらない。で、ここ俺が主に当てはまるところなんだけど、相手の気持ちがわからない。相手の気持ちじゃ、わからない。で、その場の空気が読めない。この3つだね。周囲に関心がないように見える。相手の気持ちがわからない。その場の空気が読めない。俺は目見れるね、全然。むしろ目じっと見ちゃうタイプ。で、今度コミュニケーションや言葉の発達の遅れ。これは、子供頃だね。言葉を話すのは他の子と比べて遅い。人の話したことをオウム返しする。ここは俺、全くこの、今でもわかんない。抽象的な言葉、比喩や皮肉の意味を理解できない。要は皮肉で言われてもそのまま受け取るってことね。呼んでも反応しない。これはないです、僕は。呼ばれたら反応します。
で、これはあると思う。自分の話したいことだけを一方的に話す。自分の話したいことだけを一方的に話す。これはよく言われてるね。で、今度、行動と興味の偏り。これはね、結構出てるね。落ち着きがなく手を動かしたり、部屋の中を行ったり来たりする。毎日決まった行動をして予定外の行動は取れない。これ特にあるね。一つの物事に執着をする。これはすごいあるよね。自分の興味があるものに対してとても執着をする。これもあるね。予定外の出来事、初めての人、場所、活動などに抵抗を示す。これもあるね。どんな地位のある人でも納得できる人は譲れない。ただ、それが性格から来るものなのかと、あと、社会的に明らかに職場とか学校とかで困難をきたしてるかどうかなんだよ。難しいよな。なんて言えばいいんだろう。なんかね、そこを伝えるのは医者じゃないから難しいんだよね。でもね、発達障害って結構100人に1人ぐらいいるから多い病気なんだよね。発達障害結構多い病気ですね。で、それが、社会に出るってことはイエスマンになるってことだよね。いや、俺はそう思ってないかな。社会に出ることイコールイエスマンになることだとは思ってないね。それはそうじゃないと思います。だから、それは社会っていうものを狭く見てるんじゃないかなっていうふうに思ってる。空気を読めないこと、空気を読まない。これは違う。そうそう、そういうこと、そういうこと。そういうこと。セシモンありがとう。これはそういうことなんですよ。それ、すごい的確。空気を読めないことと空気を読まないことは意味が違うんですよ。そういうこと、そういうこと。空気が壊れるって若い人もあえて発言したりするんだけど、それは意図的にやってるわけじゃん。そういうこと。そうじゃなくて、アスペルガーっていうのは、そういう気がないのにそういうことが起こっちゃうから厄介なのよ。そういうこと、そういうこと。それすごいいい例えだわ。ありがとう。そう、空気が読めてあえて読まないっていうのって判断ができるじゃん。あと、その覚悟ができるじゃん。そうじゃなくて、空気が読めないから、人を傷つけちゃう可能性があるし、トラブルを招く可能性がすごくあるのよ。それはすごいいいことだね。空気を読めないと空気を読まない。すごい、すごい的確な表現だと思うよ。的確。だから、空気が読めるのに読まないっていう判断をされちゃう。悪意は全くないよ。発達障害の人はいつも困ってるのが、職場にもたくさんいるんだけど、なんて言うのかな。傷つけたくて傷つけてるわけじゃないのに、だから、いきなり相手が傷ついたとか、いきなり理不尽なことを言ってくるように聞こえちゃうのよ。いきなり怒り出すっていうイメージかな。でも、実は客観的に見ると、それは本人が招いてる種っていうの。空気を読まない発言ばっかりしてるから、相手を怒らせちゃうように見えちゃうんだけど、本人は気づいてないから、いきなりなんか激怒されるみたいなイメージかな。だから、空気を読めないっていうのが、曖昧な表現とかわからないっていうのはね、ほんと大変なんだよ、日本社会において。俺もよく社長に笑われるんだけど、この前も失礼すぎるでしょうって笑われたんだけど、島津くん失礼だよそれって笑われたんだけど、なんか何でも言っちゃうんだよね。例えば、今の職場で言って、それ直した方がいいよって言われたのは、新しい仕事を振られたわけだ、研修中に。で、この作業どうだったって聞かれた時に、全然面白くなかったですって言っちゃったの。で、感想を聞かれたわけじゃん。この作業楽しかったって、どうだったって聞かれた時に、あ、全然面白くなかったですねって言ったら、苦笑いされたんだよね。で、苦笑いされた時にやっと気づいたんだよ。あ、まずかったのかなっていう。俺は本当につまらなかったから、つまらない仕事ですって答えちゃったんだけど、KY じゃん、それって。新人がいきなり会社に来て。そう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 。でも、俺は素直に答えちゃったんだよ。だから、言えるか言えないかじゃなくて、なんつうの？言えるか言えないか判断じゃなくて、面白かったって聞かれたから面白くなかったですって答えたのよ。面白くなかったんだもん。ぬこいらっしゃい。でも、そういう細かいことが重なっていくとさ、あいつなんなんってなるじゃん。俺は平気で言っちゃうのよ。ストレートっていうか、言葉通りっていうのかな。
だからそこは楽しかったですって答えないといけないわけじゃん。そう。なんつうんだろう。でもそれができないんだよね。まあでも、俺の場合、そういう部分がありますっていうのを、結構、職場の人に自分から言うようにしてて、なんか、ストレートに答えちゃうっていうのを相談してるっていうのかな。だからなんか変なこと言うかもしれないですけど、後でまずったって気づくっていうか、空気が悪くなってくっていうのかな。俺は比較的空気は読める方だから、どこの部分が強いとかがあるのよ。だから、なんか変なこと俺言ったぞっていうのに悩むタイプ。周りの空気がざわとか、なんか、あれ？みたいになった時に、あれ？何を言ったんだ俺？みたいな。なんか変なこと言ったぞみたいな。で、俺の場合は逆に、普通はそれ悩んで鬱とかになっちゃうんだけど、俺はなんか変なことまた言いました僕って聞けるタイプなの、性質的に。直そうとするから。だから、いや、あの時の発言あれはまずいっしょみたいな。あ、気をつけますみたいな。そう、微妙な空気っていうよりも、嫌われてるとか好かれてるとかなんとなくわかるんだけど、何が原因なのかとかがよくわかんなくて、子供の頃はすごい悩んでたね。建前を言ったり言葉を濁すってことができないのかな？できないね。だからそれはね、なんか自分の中で嘘をつく感じがするんだよね、なんか。だから、子供の頃の印象っていうのは嘘つき多いなと思ったよね。なんか、なんつうの？楽しくないことをなんで楽しいって言えるんだろうとか。僕は空気読もうと必死になりすぎて疲れるタイプです。まあ、空気読めることは羨ましいよね。それって仕事ができるってことだから、俺からすると。日本社会って空気を読むことってめちゃめちゃ大事なんだよ。でも、言われたことしかできないし、逆に聞かれたことはストレートに言っちゃうから、なんか変なやつみたいになるよね。まあ、一個の事例だけでも、そういう風になるんだけど、そういう細かいことが多分いっぱい積み重なってるんだと思う。空気読もうとしてる時点で読めてないんだけどね。ああ、まあそうなのかな。だから、空気を読むっていう概念が、言葉ではわかるんだけど、体感としてないよね。俺はよく言うんだけど、空気なんてものは読めるわけないって。空気読めるってどういうことか、論理的に説明してくれとか、子供の頃とか言ってて、大人を困らせてたよね。空気ってなんだ？雰囲気でしょ。雰囲気っていうのを定義化できないっていうことは、読みようがないじゃないかって。っていうことは、それってどういうことなの？みたいな、そういう感じだったね。だから体で感じることができないんだよね。だから文脈通りっていうか、文面通りっていうのかな。言葉をそのまま受け取ることしかできない。空気って読もうと思って読めるもんだ。だからその空気自体がよくわかんないの。なんて言えばいいんだろう。もう、だから結構ずれてるでしょ。その空気自体が概念としてわかんないの、その空気っていうのは。ただ、その気分が悪くなったんだなっていうのはなんとなくわかんの。なんか俺やっただろうなっていうのは周りの顔見てわかるんだよ。言葉遊びっていうか、だから、こういう性格になったんだと思うよ。自分のことを何でも説明しないといけないっていうか、論理的に話さないと、自分のことを、なんて言えばいいのかな。自分のことを知ってもらうためには、自分の取扱説明書を作らないといけないっていうか。協調性っていうのは、俺は、だから、本来っていうのは本当に協調するんだろうけど、俺は後天的に身につけたのが、わからないわけよ、基本的に。何言ってるかわかんないときは、愛想笑いするっていう感じ。だから、そうですよねーとか俺が言ってるときっていうのは、大体よくわかってないときだね。はーとか、なるほどとか言ってるときは、自分の中で何言ってるかわかってないときだよね。だから、その場の空気を濁さないためだけに、何言ってるか全然わかんないけど、って言ってる。大体聞いてるときはそんな感じ。自分の雰囲気から相手が何言ってもいいとか、自分の雰囲気から、自分の雰囲気って何だろう。相手が何言ってもいいと勘違いして攻撃的なことを言われるのが辛い。自分の雰囲気っていうのはちょっとわかんないな。ごめんね。相手が何言っても勘違いして攻撃的に言われる。ごめん、わかんねえわ。だから俺はなんつうんだろう。トラブルを回避するために、なんか、もういいやっていう感じ。そんな感じだね。でも結構本人苦しんでるよ。空気がピリッとするっていう、
ピリって何を言いたいのかわかるけど、実際ピリって言わないじゃん。空気のピリはわかる。だから人によるんだけど、ピリがわからない人もいるんだよ。ピリがわからない人もいるし、ピリがわかる人もいるんだけど、空気のピリはわかる人なの、俺は。だけど、ピリッとなった原因が何なのかわからない人なの。わかる？わかるかな？ピリもわからない人もいるのよ。それは多分ね、俺より重度の人。だから俺はさ、3級だからさ、比較的軽めなんだよ。まだ。だから俺のケースが発達障害全てに当てはまるわけじゃないんだよね。だから本当にひどい人だとピリがわかんないから。空気が悪くなること言いますもんね。え？空気は悪くなるとか言いますもんね。和子です。そうね、空気が悪くなるはかろうじてわかるんだけどね。ちゃんまゆさんいらっしゃい。難しいよ、障害は。本当に難しい。で、自分が、いつも言うんだけど、自分が、障害に、俺、障害者なんだって納得した一言っていうのが、病院の先生の言葉なんだけど、俺は、正直言うよ。世の中の人間の99%はバカだと思ってたの。本当に。これ、本当にそう思ってたの。今ではそう思ってないんだよ。でも、バカにしてるわけじゃなくて聞いてほしいの。最後まで。世の中の99%ほとんどの人は狂ってるし、アホだし、バカだと思ってたの。これ本気でそう思ってたの。子供の頃から。もう幼稚園生ぐらいから全員バカだと思ってたの。これ本当に。ただ、その話を先生とかに何でも話してってカウンセリングしていく中で、子供の頃どんなだったっていうことを言われても話すわけよ。その時に先生がちょっと沈黙して言ってくれたの。島津くんって。島津くんがみんなのことバカだって言ったでしょって。もしかしたら島津くんがバカなんじゃないのって言われたの。俺その時感動して泣きそうになったのよ。もうなんつうんだろう、気づけなかったんだよ。なるほどって。要は周りがバカなんじゃなくて、俺が欠けてるんだと。俺がバカの方だったんだと。で、バカから見る世界からしたら、99%の普通の人たちがバカに見えるって、からくりが理解できなかったの。その時に自分が障害を抱えてるっていうのを受け入れるっていうか、嬉しかったよね。あ、悩みが解けたっていうか。周りがバカな、99%ほとんどの人間はバカなんじゃなくて、自分の方が壊れてたんだっていうのに納得できたっていうか、救われたんだよね、その言葉で。すごい感動したね、先生に。島津くんがバカなんだよって言われた時は。泣きそうになったね、本当。ずっと悩んでたことが全部スッキリしたから。なるほどって。要は、壊れた人間には、社会が壊れてるように見えるよなっていう。なんか伝わるかな、これ。悟りじゃないけど、俺の中に発想はなかったから。やっぱり人間って自分の物差しっていうかさ、自分の世界観が当たり前だと思って生きてるじゃん。だから、発達障害、後から発達障害って気づくんだけど、壊れた俺には、そう見えたんだよ、世界が。和道が普通なんじゃないの？わかんないけど。そう。だから、俺は、その時になんか救われた気がしたよね。すごい救われた。心がすっきりしたね。すごい先生だね。精神科医だから。先生って言ってるのは精神科医のことね。学校の先生とかじゃないよ。それ専門にやってる人だから。病院に行こうと思った原因っていうのは、俺はだから精神病じゃないと、まあ、うつ病はあるとは思ってたんだけど、っていうかね、病気なのに気づかないんだよ、発達障害のやつって。親とかが気づくといいんだけど、親が学がないと気づかないじゃん。だから、俺は27まで自分が健常者だと思ってたんだけど、障害者の人に、障害、お前の方が狂ってるって言われて、俺ははしゃいだわけよ。面白いこと言うなと思って。もう、障害者手帳を持ってる人に、お前は頭おかしいって言われたから、おお、わかったと。病院紹介しろっつって。で、病院通い始めたんだ。俺がいかに狂ってるのか、要は狂ってねえよっていう証明をしようとしたら狂ってたっていう話ね。
発達障害っていうより個性って言葉がしっくりくる。あのね、難しいんだよ、そこ。昔は個性で片付けてたの。簡単に言うと。俺も結構その発達障害勉強したんだけど。要は精神異常っていう言葉で片付けてたんですよ。日本医学っていうのは。だってさ、障害持ってる人にさ、お前の方が気違いだよって言われたんだよ。正確に言うと、差別用語だから言わなかったんだけど、おめえの方が気違いだよってファミレスで怒鳴られたんだよ。それは病院行くでしょ。面白いってなるじゃん。行ったことなかったし、精神病院とか。そう。で、先生に言ったの。気違いに気違いって言われたんですけど、どう思います？って。僕、気違いですか？って。そしたら先生、ハテナマークだったよね。とりあえず、来週来ようか、みたいな。気違いに気違いって言われたんですけど、どう思います？って。何言ってんの、こいつ、みたいな。何しに来たんだって話よ。さっきの訂正、相手が私を見て、サトシさんを見るのね。相手がサトシさんを見て、何言っても反論しない雰囲気。なるほど。何言っても反論しない雰囲気。要は、多分優しくマイルドに見えるんだよね。攻撃的なこと言ってくるのが辛い。あー、俗に言う、舐められてるとか、そういう感じなのかな。面白い患者っていうか、そこは、発達障害の専門医じゃなかったんですよ。だから、半年かかったね。発達障害だっていう。この子が悩んでるのは、発達障害だっていうところにたどり着くまで半年かかったね。これが原因なんだっていう。普通の人と障害者の違いって何だろう。あ、それはいつも言うんだけど、誰かしら、どっかしら、大なり小なり、発達障害とか、あるんだよ。ただ、社会性を営む上で、社会生活を営んでいく上で、明らかにおかしいっていう部分あるじゃん。例えばさ、部屋が汚いって大なり小なりあるじゃん。部屋綺麗な人もいるんだけど、片付けられないってあるじゃん。だけど、なんつうんだろう。ちょっと散らかってるぐらいなら大丈夫だけど、本当に片付けられない人ってゴミ屋敷になるじゃん。で、ゴミ屋敷になると火事とかになるじゃん。そうなってくると、もう、なんつうの、いるじゃん、テレビとかに出るゴミ屋敷の人とか。あれは障害の自覚がないわけよ。だけど、周りに住んでる人は迷惑なわけよ。だから、社会生活に営むのに明らかに不利益を被るようなことになっていくと障害なんじゃないのっていうふうに俺は定義化してる。簡単に言うと、風で例えるとわかるんだけど、咳が出ました。ゴホンゴホンって。で、軽い微熱もあります。鼻もズルズル出ます。で、病院に行かないで家で治したら別に風邪じゃないんですよ。本人が治るっつって家で寝込んで治るやつは風邪じゃないの。でも、大事をとってインフルエンザかもしれないからって言って、病院に入った瞬間にそれで風邪って診断されるわけよ。だから、本人が病院に行くかどうかっていうのは結構でかいんだよ。だから、例えばよく言うのがスティーブ・ジョブズとか、イチローとかっていうのは結構重度の発達障害なの。どっからどう見ても。これ結構有名な話で、典型的なアスペなのね。イチローって。でも、イチローは、病院に通ってないじゃん。それはどういうことかっていうと、彼は成功したし、社会でポジションを作ったからなんだよ。でも、あれは、典型的な発達障害の症例に当てはまるって言われてるの。だから、精神病に彼がもし行くことがあったら、確実に発達障害だって診断される。でも、彼は病院に行く必要がなかったんですよ。わかる？言葉も通じない自閉症も子もいるし、一括りに過ぎ。あのね、そこ難しいんだよ。もともと、イチローは、典型的ですよ。典型的。もう俺、自分から見てすごいわかるもん、イチローとか。あ、もう病気だなっていうのが。例えば、どういうところに出てるかっていうと、毎朝、同じメニューのカレーだけを食べ続けるの。なんか、イチロー毎朝カレー食べてるっていう話は有名だと思うんだけど、同じ味じゃないと怒るんですよ。同じ分量、同じ味。知らなかったでしょ？カレーのいろんなバリエーション食べてると思ってたでしょ？違うの。彼は同じカレーを何十年食ってるんだっけ？奥さんの。
ずーっと食ってるんですよ、毎朝。そう。で、これは発達障害の、そのアスペルガー症候群って言われる症例の中に、こだわりの強さとか、反復性って言われてるんだけど、同じことを繰り返す習性があるの。じゃないと、居心地が悪くなるっていう習性があって。で、まずそれなんだけど、あと、決まった時間に、グランドに入って、決まったストレッチ、決まったランニング、決まったメニューを絶対やるの。決まったことしかやらないの。もう明らかに異常じゃん。その何十年も続けてんのよ。で、これって普通の人から見たら真面目だって言われるとか、そう考えてるって言われてるけど、明らかにもう考えてやってることじゃないんだよね。考えてやってるんだけど、そう修正的な部分が強いのよ、彼の。だからなんて言ったらいいのかな、そう発達障害の本来悪く出るところをうまくその野球として活かしてるっていうのかな、彼は。インタビューとかひどいよ。インタビュー見たことある？イチローの。ひどいよ。楽屋でずっと貧乏ゆすりしてて、帰れとか言うよ。そんなくだらねえ質問なんて答えらんねえよ。帰れよって。やる気ねえなら帰れよとか言うよ。意外とイチローのこと知らないんだよ、みんな。インタビューずっと機嫌悪いから。お前それ考えてきた質問かよとか普通に言うよ。空気なんて全然読めないよ、イチローって。対談とかのさ、どっしりしたいい人みたいなイメージって、あれ作られたイメージだからね。そう。裏側とか見てみや。本当にインタビュアーとかに帰れって怒鳴るから。なかなかですよ、イチローは。その、イチローのこだわりの強さ、そこにもあって、考えてない質問とか、ありきたりな質問には答えない。むしろ帰れって、二度と来るなっていう。お前、今度から変われって。一流の人間としか絡みたくねえからっつって。すごいじゃん。それってさ、一郎がスターだからできることであって、結果を残し続けたからできるけど、普通の社会人でその気質が残ってたら、多分何のゴミみたいな人間だと思うよ。まあ、スティーブ・ジョブズも有名だよね。気に入らない人間全員クビにするっていう。お前もういらないっつって。だから、そのアップルの社員の中でジョブズされたっていう言葉あるんだけど、ジョブズされたっていうのはジョブズに首切られることをジョブズされるっていう。なんだお前ジョブズされたのかみたいな。まあ、だからこそ成功できたっていうのもある。だからめったにインタビュー受けないんやね。 WBC の優勝時はかっこよかったよ。かっこよかったよね。俺ちなみにイチロー大好きだからね。イチロー大好き。イチローの小学4年生の時の作文とかすごいよ。感動するよ。もう、生まれながらにして天才だよ、あの子。あの子っていうか、大先輩だけど。だから、あんなにはしゃいでるイチローなんて見たことなかったよね。WBC の優勝の時は。なんか子供みたいに笑う。あ、発達障害の特徴ってね、子供みたいな時があるの。子供みたいに笑う時がある。それ結構特徴。なんかね、どっかあどけなさがあるの。どっか、なんとも言えないんだけどね、子供みたいに笑うんだよ。目がキラキラしてんの。なんかその、大人特有のよどんだ目をしてないっていうのかな。ほんと無邪気っていうのかな。そういう笑い方をするのは結構傾向であるね。笑い方で結構わかる、俺は。あ、この人発達障害なんじゃないかっていう。だからまあ、なんか、発達障害が働く場所みたいなのを作りたいけどね、俺は。発達障害でも優秀な人っていっぱいいるから。障害者の働く場所を提供したよね。てか、生主は障害多いと思う。精神障害。ああ、お笑いの星ちゃんは有名、結構。結構有名。発達障害界隈では。おっしゃんはまあ発達障害だろう。てか芸人さんとか多いよ。てか芸人さんとか生主って発達障害だから面白いんだよ。破天荒じゃん。なんかわけわかんないところで切れたりとか、突拍子もない行動とかするじゃん。そういうもんだと思うよ。そう、程度。
太田はどうなんだろうな。太田はなんだろう。俺演じてる部分がかなり多いと思ってて、太田は。あいつ結構常識分かってや、だから、あれ、それこそ空気読めててやってるタイプだと思うよ。だから多分ね、ビートたけしみたいになりたいんだよ、太田は。それを失敗してるタイプなんだよね。ポジションね、ビートたけしに憧れてんのがすげえわかる。みどりさん、野田は違うね。野田は発達障害じゃないね。勉強ができないって障害ですか？知らない。わかんない。わかんないね。どうなんだろう。勉強ができない。まあ、だけど、なんつうんだろうな。発達障害ってやっぱいいことじゃないから、発達障害っていう病名がついてるってことは、やっぱ、その悪いことだじゃん。基本的には。だからよく、そのアスペルガーの人とかが天才視されたりするじゃん。ネットとかだと。アスペは天才とか、サバン症候群みたいな扱いされるけど、99%のアスペっていうのは社会の役に立つてなくて困ってるわけよ。だから才能が当てはまってる人なんかごく一部の人だから。いや、俺 ADHD の方が強いんだよ。厄介なのが、俺アスペルガー症候群のイメージが強いけど、実は ADHD の方が強いのね。そう。勉強しないっていうよりも、そわそわしてるっていうのかな。注意欠陥多動性障害って言うんだけど、別に勉強ができないわけじゃないんだよ。注意散漫なんだよ。実は ADHD の方が強いんだよな、俺。俺はだけどね、ADHD は、そんなに問題じゃないと思ってる。俺の中では。俺の中で、あくまで。あんまりその ADHD でね、苦労したっていうのはないね。じっとできないんだ。発達障害の診断、どこの専門病院で？3つあるんだけど、診断できるの、東京だと。東京大学附属病院と、慶応義塾大学附属病院と、駒澤大学附属病院の3つしかできないのかな、関東だと。で、俺は東大に行ったね。確定的な診断をできるのは、この3つの大学病院だけですね。今のところ、関東では。わかんないよ。もう結構年数経ってるから増えてるかもしんないけど。俺はだから、のんたんとかに言われるのは、なんか、ベッドの中でずっと動いてるって言われるよね 足がパタパタ動いてたりとか、体のどっかしらがずっと動いてるって言われるよね。まあいいんだけどさ、別に。汚れてても気にしないとか、病気の可能性ありらしい。あ、あるね。あるね。あるだろうね。っていうか、まず、なんだろう。例えば、俺の特性で言う、これ、発達障害の特性じゃなくて、俺の特性だと思ってもらいたいんだけど、俺のタイムシフト全部見てもらいたいんだけど、4ヶ月間ぐらいの。ずーっと同じ服着てるでしょ。ずーっと同じジーパン履いてるでしょ。これさ、31で、結構ですよ。なかなかですよ。ああ、えげつないよ、野田の家は。行ったことあるけど。仕事でミスしまくりで ADHD の薬飲んで聞いたか、わからなかった。飲んでも聞いたかわかんなかった。ああ、ADHD は合う仕事と合わない仕事あるからな。ミスは多いよね、発達障害ね。合ってない仕事だともうほんとダメ。洗濯はしてるんですよ。洗濯はもちろん毎日してる。むしろ、2日間同じ服は着るのは嫌だ。そうじゃなくて、この T シャツ2、何枚持ってると思う？ この T シャツ何枚持ってるか予想で書いて この T シャツ俺何枚持ってるか こんばんは、カエルさん。何枚ぐらい持ってると思う？どう？予想書いてみて 2枚。要は、洗濯して毎日取り替えると。2枚。
7枚。5枚。俺11枚持ってるんですよ、これ。11枚持ってんの。で、20枚に増やしたいの。もう9枚買おうかなと思ってんのよ。だから、なんて言うんだろう。職場に行って同じ格好してるわけじゃん。ずーっとこれと、ずーっと同じ革ジャン着てるから、毎日言われるの。寒くないの？って。毎日言われるの、ほんと。いろんな人に、別の人にも。休憩中に、こうやって外でタバコ吸って、寒いとか言ってたり、寒くないですか？とか、いや、寒いっすよ、って。で、笑われるの。寒くないんですか？って聞かれて、いや、寒いっすよ、って言って、笑われて、なんで服着ないの？って言われるの。で、服着るのが嫌なの？って。もう毎日いろんな人に言われるの。ヘクションとか言ってて、寒くないの？寒いっすよ、って。いや、T シャツじゃんって言われて、あ、そうです、って。っていうか、毎日同じ服じゃん、みたいな。なんかさ、配信だって見るからあれかもしんないけど、俺も年中ほぼ黒のワイシャツに黒のズボンです。大量に同じデザインの持ってます。あ、似てるかもしんないね。パンツは同じ柄だね。黒いジーパン。そう。だから、俺は本来和道グッズをこれをグッズとして売るべきだよね。本当に。無地。何も書いてないやつ。そう。ファッションとかは、いや、好きなんだけど、それはね、意図的にやってる部分もあるんだよ。っていうのも、なんつうんだろうな。どちらかっていうと、俺は意図的に服はこれを、意図的にやってる部分もあるのね。だから、その半々ぐらいに思ってもらいたいんだけど、障害と。駒沢大学病院と、慶応は確定。慶応大学の附属病院と。ただね、あれだよ。いきなり行っても診断してくれないです。東大、駒沢大学、慶応は、いきなりアスペの診断してくださいって言うのも断られる。ダメです。発達障害の検査はそうやって受けられないです。ファッションっていうか、なんだろうな。ファッションは好きなんだけど、なんだろう。俺の服、じゃあ俺のセンスで服を持ってくるね。これ本気で言ってんの？受け狙いとかじゃなくて、俺がかっこいいと思った服を持ってくるわ。買った服。笑われるから。これは俺が最高にかっこいいと思ってる服だね。あ、これとかね。これはまあみんな見慣れてるよね。独特なんだよ、だから。なんかこれを着れるやつはお前だけだとか言われるんだよね。なんで笑うん？なんで笑うん？着てみようって着てるんだけど、俺は。太ったかな？入るかな？デブったから入らないと思うけど。この配色とか最高だよね。しっくりくる。あれ、壊れた。その人を知らない。その人が誰かわかんない。太ったから着れないね。ピタピタだね。
こういう服が好きなんだよ。わかる。なんかそう、独特って言われるんだよね。なんか「お前何になりたいの？」とか、中学生の時、なんか説明するのが難しいんだけど、だからもうバカにされるのがめんどくさくなって、じゃあ黒い無地でいいやってなっちゃったの。もう何着ててもバカにされるから、いいよもうって。下田歌劇か。ああ、嫌いじゃないよ別に。黒の方が、ウェットスーツみたいになって。いや、だから太りすぎなんだよね。あ、でも、こういう配色とか好きだよ。この下田なんとかさ。かっこいいと思うよ。なんか、サラリーマンでスーツを着てるやつよりも、こっちの人の方がまともな気がする。まともな人間に見える、俺は。なんつうの？だってさ、髪の色とか服の色とかで差別しちゃいけませんって学校で教えてるのに、なんで同じ服着てんだこいつらみたいな。そう思わない？なんでスーツを着なさいって決められないといけないのかがよくわかんなくない？で、誰が決めたのか、なんで守ってるのかもわかんないじゃん。で、俺思うんだけど、世の中を動かしてる本当にクリエイティブなやつらって服にとらわれてないはずなの。本当の社会に役に立ってる人間が服ごときにとらわれてるはずがないと思ってるの。ユーチェルとかは別に個性的だとは思わないけど、そういう話じゃなくて、誰がいいとか誰が悪いとかじゃなくて、学校で服にとらわれるな、髪型で差別するなとか教えておいて、社会に出たらみんな同じスーツ着るじゃん。で、そんなスーツごとき、スーツをかっちり着たら仕事ができるみたいな風潮があるわけじゃん。なんつうの、その、右向け右ができるやつは社会人としてのたしなみみたいな考え方が俺はよくわかんなくて、そんな奴らが社会動かせるはずがないと思ってるんだよね。わ かるかな、ニュアンス。だから、着たいもん着て、好きな髪型して、好きな服着て、何が悪いんだっていう。そういう感覚はあるよ、自分の中に。ひろゆきはスーツ着ないらしい。俺別にスーツ好きだけど、かっこよく着ていいじゃんって思うね。赤いジャケットとかでもいいと思う。そういうのはせいぜい歯車で終わる。だから、なんか、なんだろう。ジョブズ、シャツをインした、毎回同じ感じだと思うな。ジョブズはもう服全部決められてて、三宅一生のタートルネック、ジーパンは、なんだっけ、503だっけな？ 505 だか503の型番も全部一緒のやつ。で、ニューバランスも有名だけど、あれってイギリス製のニューバランスじゃないと嫌だっつって。同じ色同じカラーで、イギリス製のニューバランス、アメリカで売ってるニューバランスはダメだって言って。で、毎日同じ服。で、クローゼットの中に何千着って同じ服がある。だから、型番も全部一緒。ジョブズに至っては。だから黒の無地だったらいいとかじゃないの。もう肌触りとか縫い目とかも全部統一させないと嫌だと。そう、襟の感じとか。まあ彼は禅僧だったからね。禅の思想をかなり受けてるから。ジョブズはね、あのファッションかっこいいよね。俺はだから、服は色とか、色もそうなんだけど、一番重要なのは肌触りなんだよね。服着るときには、まず服を触るところから始めるね。服屋さんに行ったら。普通はサイズ見たり、値段見たり、色見たりすると思うんだけど、
デザインよりもまず、この肌触りっていうのかな。着れる服かどうかを確かめるね。で、これならいけるっていう。で、いける中でピックアップいくつか店の中でして、どれ買おうかなっていう。値段を見たりとか、色見たりとか。同じ服着てたら冷やかされる風潮。こだわりのメーカーとか特になくて、着れるか着れないか、その生地の材質を見ますね。肌触りが全てなんだよね。俺にとっては。そう、だから、パジャマとか大嫌いで、パジャマを着れないんですよね。てか、寝るとき裸だし。全身真っ黒って、俺全身真っ黒なんだけど。俺全身真っ黒なんだけど。何か。逆にどう思うか聞きたいよ。俺この感じで普通に仕事やってるからね。カタ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 っつって。竹風って竹の繊維でできた服いいっすよ。へえ。いや、俺はもうこれでいいやと思ってる。俺はこれで全然いい。別に着れれば何でもいいの。あと、子供の頃からずーっと飽きるまで同じものを食い続けるっていう習性もあったな。これ、母親がね、昔から、今考えると母親も変だなって思ってたらしいんだけど、マクドナルドに行って、毎回フィレオフィッシュバーガーを頼むのよ。毎回。もう10年ぐらい。もういつもフィレオフィッシュだから、他の食べなさいって言われるぐらいの、もう変だなって気づいてんのよ。だけど、例えばどこのファミレス行っても天丼を食べ続ける時期もあったし、もう天丼しか食いたくないとか。で、俺の特性なんだけど、気に入ったものを飽きるまで食い続けるの。本当に。だから俺今フィレオフィッシュバーガー死ぬほど嫌いなんだよ。死ぬほど嫌いなの、もう。もうずーっと食ってたから。もう大っ嫌いなの。天丼もあんま好きじゃないんだよ、今。死ぬほど好きな。食べ物ね、別に食えるんだよ。食えるんだけど、自分で選べるとしたなら気に入ったものをずーっと食べてたいの。ハマったとかじゃない。10年ずーっとだよ。10年ずーっとマックに行ったらフィレオフィッシュしか頼まないの。他のものを食べようじゃないの。なんでかっていうと、美味しいものが決まったわけだから、他に行く必要がないんだよ。そう。いや、病気っていうか、その傾向だよね。俺も寝るときは裸、たまに街中を裸で歩いてる夢を見る。それは見ないかな。黒だと父兄さえ気にしなければ汚れ目立たないし長く着れるよね。あ、父兄は出ない。っていうか、コロコロをするね、必ず。そうそう。異常なぐらい食うっていうか、ちょっと周りが心配するぐらいずっと食ってたね。子供の頃ね。それは。だから、まあ、発達障害の特徴だよね。あと、これ、子供、いる人だったら気をつけた方がいいんだけど、俺、昔から友達と野球をしたことがないんですよ。男の子で結構異常でしょ？野球をしたことがない。サッカーもやったことないんです、友達と。いや、サッカーしに行こうぜとか、野球しに行こうぜっていう経験が一回もないの。これ男の子だったらわかると思うんだけど、もしくは自分が男の人だったらわかると思うんだけど、多分ね、野球とかドッジボールとかサッカーとか誘われて遊んだ経験あるはずなんだよ。俺それがないの。で、未だに野球はバカがやるもんだと思ってんの。サッカーと野球とドッジボールとかスポーツ系はバカがやるもんだと思ってんの。だから、なんつうんだろうな。俺がやってた遊びっていうのは、ずーっと一人で妄想してるっていうのをずーっとやり続けてた。もう漫画読んでるか、ずーっと妄想してるの。それどういう妄想かっていうと、ガンダムとか何々とかおもちゃが大量にあるのよ。そのフィギュア同士で戦ったりとか、戦争が起こったりとか、毎日毎日ずっとそれをやってんの。飽きずに。
だから簡単に言うとみんなが外で遊んでる中で一人でこうお人形ごっこやってんのよ。だから小学生の頃とかも赤いマスクマンの人形とピンクのマスクマンの人形、こうやって2つ持ってる子供だった。 こうやってフィギュア2つ持ってんの。超合金っていうやつなんだけど、超合金のレッドは足が1本取れてたんだけど、足が1個ぶっ壊れたやつと、ピンクをもうボロボロになるまでずっとこうやって握って、いつもガシャンガシャンってやつ。これは結構特徴的だね。イチローは人物が好きなのか。イチローのことはイチローに聞いてもらわないとさ、わかんないよ。俺はイチローじゃないから。イチローに聞いて、それは。イチローは好きで、野球は嫌い？野球は嫌いですね。野球はバカがやるもんだと思ってる。だからまあ一人遊びを結構する人とかダメだね。玉遊びっていうか、なんて言うのかな？なんて言えばいいんだろう。チームプレーだよ！甲子園絶対行こうよ！とか熱くなってるけど、あれって個人競技だから、俺から言わせたら。ピッチャーが早いチームが勝つんですよ。よくエラーがどうこうとか言うけど、そういう問題じゃなくて、ピッチャーが強いやつが勝つんだよ。ただそれだけのゲームなの。なんでそんなこともわかんないんだろうっていう。だから自分のチームにピッチャーが優秀じゃなかったらダメなのよ。だから彼らがやることっていうのは、練習を強くなることじゃなくて、優秀なピッチャーを引き抜くことをやらないといけないの。で、そうじゃなくて練習練習練習って言ってる。俺イチロー好きだよ。イチローは人物が好きなのかどうかはイチローに聞かないと分かんないじゃん。だから、俺は、俺がもし野球を本気で極めると思ったら、練習なんかしないで優秀なピッチャーを探しに行くんですよ。でも誰もやらないでしょ。そう思わない？最強のチーム作るんだったら、絶対俺は練習なんかしないで、俺最強のピッチャー持ってくるわっていう。だけど評価されないでしょ、それって。それが、なんつうんだろう。それが、俺の功績として残らないじゃん。感動とかないっていうか、野球をやって感動はよくわかんないよ、だから。日本強いんだなとか。日本って世界一なれるんだとか。ピッチャーが全部三振したら他の人いらない。でしょ？でしょ？だからそんなこともわかんないバカがやるスポーツだと思ってんだよ、俺の中では。そう。あくまで俺の見解だよ、それは。あくまで俺の見解ね。ルール分かってないから。っていうか、なんか楽しいと思わないんだよな、なんか。だからボクシングとか個人競技が好きだよね、やっぱ。フェンシングとかさ。陸上とか。なんか団体スポーツ、面白いなと思うのバスケぐらいかな。バスケとかアメフトとか。そこまでずば抜けたピッチャーが世の中に存在しない？ああ、そうなのかな。わかんないよ。野球に関してはまるでわかんないから。本当にわかんない。だから野球のことをバカにしてるとかそういうわけじゃないんだよ。なんていうか。野球の面白さが一つもわかんないし、野球最高だよねって言ってる奴らを見てても、なんか、来ないっていうか、ぐっと来ないっていうか、わかる？なんか、あんまりなんか、あんま好きじゃない。あんま好きじゃないっていうか、わからないっていうのかな。だからそれが協調性のなさが出てるんだと思うよ。なんか、なんつうんだろう。なんつうんだろうな。むしろウケるって感じなんだよ。めっちゃウケるみたいな。だからもうなんか、結構なんか、ギャグなのかなって見えちゃう。本当に。なんか、結構笑える。ね。バッターは3割打てば褒められる。いや、まあ、それも理屈ではわかるんだけど。まあ、なんだろまあ、よくわかんないよね。よくわかんない。俺は。だから野球をやったことがないし、キャッチボールをやったことがない。
その感覚少しわかる気がする。野球の面白さがわかんないんで、バカにされるのがいい。いや、別にバカにされるっつうか、全然バカにされてもいいんだけど、野球面白いかみたいな。なんだろう、その、特になんかもうめっちゃウケるのが、その野球をやってると、なんか、野球をやってる、教えてる親父さんとかはめっちゃウケるよね。まあ、好みなのかな？わかんないけど。野球は全然わかんねえな、未だに。だって野球の観戦席とか行くとバカしかいないじゃん。野球の観戦席に頭いいやつっていないと思ってるから、みんななんかバカみてえなやつしかいなくね？なんかアル中とかさ、バカっぽい、なんかムキムキのマッチョが好きなバカっぽい女とかさ、顔がいい女はいるかもしんないけど、バカっぽいじゃん、なんか品がないっていうか。なんかバカっぽくない？野球席って。野球の観客席に座ってるやつってなんか全員バカでしょ、あれ。まあ個人の感想だけど。あ、そうそう、こんな面白いこともわかんないの？みたいな。バカ、そうそう、いや、バカになれるんだろうね。だから羨ましいよね。ワズツー、みほちゃんいらっしゃい。あ、俺がね、一番笑えるの言っていい？一番笑えるのは、野球の観客席でなんか女の子とかが、頑張れ 頑張ってって言ってるけど、お前より頑張ってるからグラウンドに立ってんだよって。お前どの面下げて頑張れって言えるんだっていうのは、ほんと笑えるね、あれは。頑張ってって、お前が頑張れよって。お前人の人生にさ、頑張れとか言う立場の人間じゃねえだろうっていう。お前より頑張ってるからそこのグラウンドに立ってんの、こいつは。なんでお前に頑張れとか言われないといけないのって、ほんと笑えるんだよね、あれ。あれ何なの？上から見下したりっていうか、なんつうんだろう。だってそいつより、それ面白くない？俺毎回笑えるんだよ。だからもうそれを小馬鹿にしてみるのが面白いっていうか、こいつバカだなーみたいな。頑張ってー、何々くん頑張れー おめえより頑張ってるからそこにいんだよ、つって。おめえが頑張れよ、みたいな。バカだろ、こいつ、みたいな。おめえより年収高えかんな、こいつっていう。わかる？なんとなく。絶対さ、選手の方が頑張ってるんだよね。だから選手ってなんでバカなやつにさ、野球に洗脳されてんのかな？俺わかんないけど。なんか見てて笑えてくるんだよね。チームに勝ってほしいのかな？ 頑張ってない外野から頑張りの追い打ち。そうそうそう。絶対にグラウンドに立ってるプロの選手は、絶対頑張ってるんだよね。何なんだろう。だから、その、なんつうの、他人の功績を自分の功績だって勘違いするのは、俺あんまり好きじゃないかもね。祈りなのかな。何なんだろう。わかるかな、この感覚。なんか、無責任だなって思っちゃうんだよな。こいつ無責任だなっていう。サッカーも野球もファンが見つからない。あんなに感情移入できるのも、俺でもフーリガンは楽しそうだなって思うんだよね。なんかあそこまで行くとサッカーを言い訳に暴れたいだけだなって思うから、フーリガンは気持ちわかるんだよ、ちょっと。なんか喧嘩したいんだろうな、こいつらっていうか。あのさ、西洋とかの暴動になるじゃん。で、あっちがメインみたいなもんじゃん。あれはちょっとわかるんだよ。サッカーを言い訳に街をぶっ壊したいみたいな。俺、フーリガンはわかるの。好きになるイコール理屈じゃないんだろうね。確かに、確かに。フーリガンはわかる。ちょっと。暴れたいよねっていう。いや、だから、いや、まあ、頑張れって言われたら俺は嬉しいっすよ。リスナーさんに。でも、どっかで俺はお前より頑張ってるからなっていうのあるよね。リスナーさんに頑張れって言われて、あ、頑張るわ、ありがとうって表面では言ってるけど、どっかで俺は寝る前にクスって笑って、お前より頑張ってっからみたいな嫌なやつですよ。ワドは嫌なやつですよ。お前より頑張ってるわ。そういう嫌な性格ですよ、僕は。そんな僕に頑張ってほしいね。そんな僕を応援してほしい。はい、みんな、そんな僕に頑張れください。小学生の時、阪神ファンが警察に喧嘩売ってったのは楽しかった。
阪神ファンは面白いね。あそこまで尖ると面白いよね。あそこまで尖ると面白い。いいよね。なんかあれ宗教だもんね。阪神タイガースって。なんか新しい新興宗教始まったのかなっていうね。虎柄の宗教。まあね。初見、おー、ロビッソさん、はじめまして、よろしくお願いします。ちょっと、今日の放送は、好き嫌い分かれる放送かと思いますが、はい、楽しんでいってください なんか意地悪モードですね。意地悪はどうですね。大通りの交差点で警察がファンに手を出しそうになって、みんなで人殺しのコールの嵐。ほー。なんだろうね。なんかね、俺ね、なんか、ほら、他人の気持ちがわからないから、なんかチームで何かを達成する喜びみたいなのが人生で一回もないの。全部自分の力でやってきたような。嫌 なやつだろ？なんかできちゃうんだよ。人を引っ張ったりするのは得意なの。リーダーっぽいっていうか、シンボルになるのは得意なのよ。だけど、チームで何かをやって達成したことがないんだよね。深夜っぽいよね。だから、なんか、そういうのには憧れはあるよね。正直言うと。なんか、仲間と泣いたりとか ないから。そう。頼るのが下手なのかもしれないね。どうなんだろうね。それが障害なのか、俺の性格なのかは分かんないからさ、難しいところだよね。正直言うと。だから、何かを感動、なんかこう、チームで一丸になってるやつを見ると、ちょっと嫉妬するっていうのと、ちょっとバカにしたくなるっていうのあるんだよ。悔しいんだよ、多分、俺の中で。それができないから。本当は仲間に入れてほしいんだよ、俺も。でも、野球に誘われなかったから、誰も俺のことを、おい、ワド、野球やろうぜって言われなかったから、野球なんてバカのやるもんだろっていう、俺の必死の抵抗よ。必死の抵抗。仲間と泣くより一人で泣いてるイメージあるもんな。仲間がね、健常だろうが発達障害だろうが人の好みは理解できない。まあね。まあそうだよね。難しいところだよね。でもなんかまあ、障害持ってる人とかには寄り添うようにはしたいなとは思う。ちょっと切ないよ。やっぱりね、なんか羨ましいっていうのはあるんだよ。そういうのに。なんかこう、いいじゃん。ずるいじゃん。なんか、一緒に泣いて笑ってさ、青春謳歌しやがってっていう。誘われたこと一回もないね。野球やろうぜって。野球なんてバカのやるもんだよとか普段言ってるから誘われねえよな、それ。ふんっつって。野球なんか全然かっこ悪いやとか言って。あいつ嫌い。あいつ嫌いだわ。あいつ誘わねえでおこうぜ。あいついると気分悪いよだ。ふん。いいもん。マスクマンで遊ぶからっつって、ガシャンガシャンって。ボクシング見てていけと思う。俺叫ぶ派だもん。あーとか言うタイプだもん。トモさん、良くも悪くも正直な人。トモさん、花火ありがとうございます。いやー、でもね、そんな自分が嫌になる時期もあったよ。オーラパワー鍛えられちゃったんだね。どうなんだろうね。
でもなんかそのよく言われるのが、それはよく本当に言われるんだけど、和道って孤独に強いよねって言われるんだけど、言われんの、そういろんな人に言われんの、身近な人ほど本当に孤独に強いよねって言われるんだけど、逆で何だろう、俺その孤独ぶってるつもりないのよ。ヒール、なんつうの、ニヒルっていうのかな。そういうの気取ってるつもりなくて。そうじゃなくて、他人の気持ちが本当にわかんないから、なんでそんなに他人と心通わせられるんだろうっていうのが不思議なんだよね。和道的に言う、お前より言ってるから、で、お前より言ってるから、あ、行けって。違うんだよ。その理論は違うんだよ。違うんだよ。あのね、行けはお前より言ってるからじゃないんだよ。違うんだよね。俺のボクシング解説とか超的確だよ。見てると多分面白いよ。お、バドを普通に解説委員できるじゃんっていう。あのね、違う、次このパンチ来るとか、もう的確だから。それガード上げろ、ガード上げろとか。はい、もらった。そういうタイプ。行け、バカ、上げろよとか。そういうタイプ。友達ができないから友達なんていらねえよ。友達がいらないとは思わないけどね、俺は。友達がいるっていうことはいいことだよ。トモさんから花火いただきました。ありがとうございます。AB 型じゃない、 B 型。ナツさんいらっしゃい。いいんだよ、俺にはリスナーがいるから。ありがとうございます。俺にはリスナーがいるからいいんだよ。ダンベル6キロ片方、来月2.5キロプラスする。野球もそう、自分ではできないけど、なんでそのボールに手を出すなとか。ああ、そうなのかな。でもなんかその自分で負けるのは自分の責任じゃん。だって野球ってさ、他人がさエラーして負けるとか許せねえでしょ。で、俺、その時、俺、絶対問い詰めんの。おめえ、ふざけんなよって。お前のせいで負けたからな。お前のせいで負けたからな。お前が負けたんだっつって。お前のせいで年俸下げられたんだからなって。俺、味方ほど言うべきだと思うの。だけど、頑張ったよ。俺らやりつく。俺ら最高だよなってならないでしょ。バカだろ、あいつら。そいつのエラーのせいで、お前がバット振って三振だったから負けたんだなっていうのが、俺、普通だと思うの。でしょ？だから負けた原因が絶対あるわけよ。だけど、俺ら最高だよ。俺ら頑張ったよ。みたいな。ずっと友達だよ。みたいな。なんだそれ。みたいな。何なんだこのゲームは一体ってなっちゃうの。ボクシングはシンプルじゃん、すごく。わかる？わかりる？ひねくれてんのかな？で、ファンも泣くでしょ？もう。なんだこれっていう。何なんだ一体っていう。何の宗教なんだろうっていう。ああ、メジャーは出るんだろうな、多分。ふざけんなってチームからね。お前なんてもういらねえよってなるんだろうね。日本ってそうじゃないじゃん、なんか。あ、でもね、なんか、その、日本特有っていうか、アジア特有の文化らしいよ。そう、同じ服着て同じ応援歌歌うみたいなの。わかる？ナッツさん。なんかね、なんかグッと来ないな。なんかグッと来ない。なんか、冷めてるっていうか、なんか、逆になえるっていうか。でも、スラムダンクは好きなんだよな。なんでなんだろう。その理論で言うと、スラムダンクも嫌いなはずなんだけど。でも、スラムダンクの良さって、その、個人個人が好きなことやってるもんね、あいつらね。全然まともにいないもんね。だから好きなのかな。スラムダンクみたいなのが理想だよね、だから。個人個人が悪が強すぎて、もうみんな暴走してるけど、それを補うっていうか。あれはかっこいいな。なんだっけ。攻殻機動隊の荒牧が言うよね。なんだっけ。チームプレーなどという言い訳は存在しないって。なんだっけな。個人から発生する、卓越した個人から発生するチームワークのみだみたいなこと言うんだよね。宗教じみたって分かんないけど。
そうそう。あれは名台詞だよね。チームワークなどという言い訳は存在、チームプレーなどという言い訳は存在しない。個から生じるチームワークだけだ。難しいよね。我々の間にはチームプレーなどという都合の良い言い訳は存在せん。あるとすればスタンドプレーから生じるチームワークだけだ。それだ、それだ。いや、半袖寒いっすよ。何か。半袖寒いっすよ。なんすか。寒いっすよ。なんすか。寒いですよ。なんかあの暑さに違和感ある。なんだろうな、わかんねえな。だから羨ましいよね。なんかそこで泣けるって多分本当になんか感動するんだろうね。なんか多分感動してるんだろうね、あいつらは。羨ましいよ。リア充だよ。 リア充だよ、あいつら。俺はリア充じゃないから。青春って何だと思う？青春っていうのは失ってはいけないものを失う儀式だと思う。それは初恋の人もいれば、親父との家族との確執とか、夢とか、なんかこう、失ってはいけないものとか、傷つけちゃいけないものを傷つけるとか、失っちゃいけないものを失う初めての儀式を俺は青春って呼んでるね。だから青春は一回しかない。その儀式を通過すると大人になるんですよ。俺はそういうふうに定義化してます。傷つけちゃいけないものに傷をつける儀式だね。何かで泣くことってある？映画見て泣きますね、僕は。映画見て泣きますね。風立ちぬとかね。空気悪くするが、和道さんの言ってることがわからないな。あ、全然空気悪くなんないよ。わかんないと思うよ。わかんないだろうね、多分ね。全然空気悪くないよ。わかんないのが普通だって。だって野球人口の方がさ、和道リスナーより野球人口の方がはるかに大きいから産業として成り立ってるわけじゃん。だから、そうじゃん。普通の人は野球の楽しみわかる人なんだって。モンスターズインク見てないね。見てないからわかんない。アルマゲドンめっちゃ泣いたね。アルマゲドンめっちゃ泣くね。何回見ても感動する。する全然。 アルマゲドンめっちゃ泣ける。 I love you, Harry! あれはいい映画ですよ。あ、全然科学的に間違ってるけどね。あれは泣くよね。あれずるいよね。泣かせるためだけの映画だからね。 まあ、泣く映画イコールいい映画だとは思わないけどね。泣かせるのがうまい映画ってあるじゃん。泣くイコール、泣くだけがいい映画じゃないと思うけど、本当にいい映画って教訓をくれるよね。なんかね、心にずっしりと残りますよ、いい映画ほど。これいい映画っていうのはなんかその爽快感とかじゃないんだよね。なんかこう、なんかずっとそのシーンが残るっていうか。そうそうそう。頭をよぎるシーンってあるじゃん。そういう映画がいい映画だと思うのよ。
エヴァは泣けない？エヴァは泣けないよ。あんな残酷な話で泣けるわけないじゃん。あれってどういう話かっつったらさ、俺がエヴァンゲリオン見たことない人のために、エヴァンゲリオンどういうアニメか教えてあげようか。まず主人公が重度のうつ病なんですよ。で、親父に捨てられたっていう PTSD も、発症してるんですよ。ね。で、今度、お父さんも病気なんですよ。もう、自分の子供かどうかわからないって疑ってるんですよ。もうね、ほんとひどい漫画だよ、あれ。ひどいアニメだよね。で、ムカついたから全人類滅ぼすけど、やっぱりやめたって話したかった。そしたら取り返しがつかなかったっていうだけの話だから。救いようがないよね、あれ。そういう話でしょ。主人公が重度のうつ病なんだよ。かわいそうだよ、あれ。超共感するもん、シンジ君に。あれはただのエロ漫画。エロ漫画じゃないでしょ。俺、エヴァにエロの要素いらないと思ってるから。そこじゃないんだよ、エヴァの面白さって。アスカとか綾波が邪魔してんだよね。そんな話だよ、ほんと。もう主人公病気だからね、絶対。主人公に必要なのはエヴァに乗ることじゃないから。精神病院にね、隔離することだから。主人公超うつ病だからね。主人公が病気っていうのは新しいよね、あれ。で、周りの大人が全員気づいてないっていうね。そんなんが流行った？まあ、だから、病んでたんだろうね。日本全体が。西洋圏では受けてないかんね、あれ。あれ、かわいそうだよ、本当に。近親相姦だとか、今の同人エロジャンルばっかり詰め合わさってる。近親相姦なくないか。エヴァンゲリオンって近親相姦あったっけ？どこにある？近親相姦って。だから面白いんだけどね。書いた人が怖い。まあ、あんのは狂ってたからね、当時。逃げちゃダメだっていいよね。あそこで逃げちゃダメだって言わなく、逃げてよかったんだよ、本当は、シンジ君は。そうだね、綾波レイは母親のクローンだね。ていうかね、母親がね、結局、冬月との間に子供を産んだのがシンジ君なわけじゃん。だからさ、おかしなことになってんだよ。あれね、一番悪いのは母親なんだよ。冬月と浮気して不倫してできた子供がシンジ君なのね。そう。そっからね、全部が狂ってるんだよ。そう。だから玄道は息子信じられなくて捨てて。冬月はね、自分の学生なのにさ、自分の方が上司だったのにさ、罪の罪悪感からさ、ずっと玄道の側近でいるわけでしょ。見せしめじゃん、あれ。すごい話だよ、あれ。昼ドラだよ、昼ドラ。寝取られるとかいろんなエロ要素入ってる。エロとは違うんじゃないの？だから、本当なんか、なんつうんだろうな。あれはだから、ヒューマンドラマとして見るとシンプルで面白いよ、エヴァンゲリオンは。エロとはまた違うと思うよ。それはエロじゃないと思ってるね。エロスっていうのはもっとね、もっと官能的なものですよ。エロスっていうのは。私正直、私正常だから意味わかんなかった。エヴァンゲリオンは意味わかんなくて正解だと思うよ。あれはね、国民的アニメになっちゃいけない映画だと思ってるもん。あんなね、作家性の強いものはね、本来ね、あんまり受ける作品じゃないんだよ。いやーもうダメ。新劇場版は評価全くしてない。俺、エヴァンゲリオンじゃないと思ってるから。俺がいいと言ってるのは、旧作の方ですね。新劇場版は別物として見てるかな。映像綺麗だなーって言って。かっこいいなー、エヴァーっていう。そう。なんか、新型アトラクションみたいな。全く別の作品。それそうだよ。あんなさ、庵野が金持ちになってさ、奥さんと結婚してさ、超豊かになってるやつが作っても面白いものができるわけないよ。だから映像が綺麗な最新作みたいな。ハリウッドの最新作みたいなノリで見てるね。ガンダム、いやーもうひどいよ。エヴァンゲリオンって。
本当にガンダムと全然違う。だからよく、そのガンダムの人とかにガンダムのパクリだって言われるけど、俺ガンダム見たことなかったんだけど、なんかね、そこが面白いんじゃないんだよね、エヴァって。もう人間の葛藤みたいなのがずっとドロドロしてるし。だって最初の劇場版なんか見た時びっくりしたよ、俺。中学生、高校生くらいだったけど、最初の冒頭の5分、その、劇場版見たら、オナニーするところから始まるんだよ。びっくりしない？見たことある？本当にシンジ君が、アスカでオナニーして、手に精子ベトベトから始まるんだよ。だからそれ監督が何言ってるかって言ったら、この映画俺のオナニーだからっていうことを、すごい作家性でしょ？ 意味がわかんないじゃん。写生して始まるんだよ、映画が。それは監督のさ、俺のオナニーだっていうのをさ、すごいメッセージ性だなと思う。村上春樹みたいに中年のエロ妄想を文学に昇華できたら評価でき、え、俺エヴァンゲリオンって文学で評価してもいいと思うよ。完全に昇華できてると思うけど、アニメ版のエヴァは。村上春樹も村上春樹で面白いよな、あれ。でもね、俺ね、よく言うんだけど、ノンタンと付き合ってるとね、ノルウェイの森のナオコと付き合ってるみたいな感じするよ。なんか、渡辺くんの気持ちわかるよ。ノンタンは完全にナオコとダブるね。メンヘラの女の子と付き合うとこうなるよねっていうのがわかる。本当に。あれ、そういう話だよね。要は、重度のメンヘラと付き合ったらこうなったって話だよね。普通の男の子が。使徒って何なの？もう使徒とかどうでもいいから、俺から言わせたら。誰も分かってないから、エヴァの中の人物も全部気にしてない。エヴァは劇場版で全部別物。簡単に言うと、エヴァってアニメ版で第26話まであるんですよ。で、漢字が振り、漢字の1話2話っていうのを振り、難しい漢字あるでしょ？ 1 話2話って。で、振り分けられてて、25話、26話のタイトルっていうのは、25話が世界の中心で叫んだ、世界の中心で愛を叫んだ獣、あ、じゃあ、終わる世界、世界の中心で愛を叫んだ獣っていうタイトルだったの。で、それって、シンジ君の精神世界だけで終わるのね。だから、アニメ版が放映された時って、ファンが怒り狂ったんですよ。なんだこれっつって。宗教じゃんって言って。要は、結末がよくわかんないまま終わったの。で、書き直すって言って、数字の25、数字の26に変えたんですよ。それが、俗に言う劇場版エヴァンゲリオンってやつを。そのタイトルっていうのは、エアーっていうタイトルと、真心を君にっていうタイトルなんですよ。で、俺がオナニーの話したのは、エアーっていう話。ノルウェーの森っていうのは、村上春樹の300万部売れた大ベストセラーですね。エヴァのアニメの最後あたりってどんな？ I know I'm graduate to town。 やめくれよ、なんなんだよ、うわーって言って世界が滅ぶっていう。 なんでだよ、なんでだよ父さんみたいな。 やめてよ、もう耐えられないよ、もうやだ、もうやだ、うわーうわーっていう話。後半の15分ずっとそんな感じ。 合ってるよね。俺が言ってるの誇張してないよね。いや、使徒じゃないから。それエヴァの面白いところって、最後の二つの輪っていうのは、使徒倒し終わった後の世界の。使徒が全部なくなった後、ネルフがどうなるのかっていうのを描いてて、結局、国連軍にネルフはテロ組織に認定されて、人類の戦争が始まるっていう話だ。だから使徒を倒し終わるじゃん。そうすると国連軍がエヴァを持ってる、ネルフを敵視して、要は人類補完計画って言って、あいつらテロを起こそうとしてるっていうことで、国連軍が攻めてきて、ネルフがテロ扱いさせて、要はシンジ君が暴走するの。で、人類滅ぼすっていう話。アスカとセックスして終わるのってどこだっけ？アスカとセックスじゃないね。綾波レイとセックスするシーンっていうのは、あれはね、セックスじゃないんだよ。LCL の概念をうまく書いてるだけなんだよね。そこがね、また問題なんだけど、人類補完計画が何なのかをよく分かってないんだよ、みんなが。すごいアニメだよ。絶対面白いと思う。見た方がいいよ。だから、簡単に言うと、綾波じゃない。シンジ君とアスカがアダムとイブになる話だね。エヴァンゲリオンって聖書って意味なのね。福音書って意味だから聖書なんですよ。だから、新世紀っていうのは新しい聖書だよっていうことを言ってるの。
新しい福音書。だから、シンジ君とアスカがアダムとイブになる新しい物語の序章だよっていう作品です。簡単に言うと。おおむね合ってるよね、下人さん。っていうか、まあ、簡単に言うのも、1話からずっとそんな感じだけどね。なんでだよ父さんつって。やめてよ、今動かないとどうしようもなんないんだよ、動いてよ、ねえ、動いてよとか、ずっとそういう感じのアニメ。もう本当にこんな感じ。シンジ君が常になんかこうなる話、ずっと。で、救われる回とかあるの。やった、認められたって言って。希望に満ち溢れるんだけど、すぐ裏切られるの。やっぱりダメだったんじゃないか、つって。ふざけんなよ、つって。父さんは裏切ったんだとか言って。ひどい話だよ、あれ。ほんとに。シンジ君の病気がどんどん悪化していく話だからね。あれは見ててかわいそうになるな、ほんと。トラウマですよ。うん。よく作るよな、あれを少年向けに。宮崎駿がぶち切れるのわかるもん。こんなの子供向けに作ったらダメだよ、つって。ホモ要素もあったね。うん。ホモ要素もあった。ホモ要素もあったっつうか、もう何でもよかったんでしょ、もう。和道の解説いいね。ざっくりだけど。ざっくりだけど。うん。首都っていうのは簡単に言うと、まずね、火星ぐらいの大きさの惑星が地球に激突するんですよ。それがビッグバンインパクト説って言って、今の科学の定説になってるの。ちゃんと解説するね。火星ぐらいの大きさのがゆっくり地球にめり込むの。そうすると、地球の物質がバーンって飛散するでしょ。その時に恐竜が滅ぶ。で、そのバーンって地球の塵みたいなのができて、地球の地軸が傾くんですよ。で、そうすると、チリになったものが宇宙上で玉にできるでしょ。それが月。それで、恐竜も滅んだし、その氷河期が来た。あと、地球の地軸が傾いてるっていうのも、よく分かってなかったんだけど、その説を全部統合すると、今のその地球の不思議っていうのが、一応その全部まとまるって言われてるのは結構昔から言われてた。それをビッグインパクト説っていうの。で、エヴァの世界っていうのはそのビッグインパクト説っていうのを省いて説明してて、で、人類2番目の厄災っていうのをセカンドインパクトって呼んでんの。それってファーストインパクト何なのっていうの説明ないからわかんないんだけど、このビッグインパクト説っていうのをファーストインパクト。で、エヴァの世界っていうのはその時にアダムとイブがその火星に乗ってて、で、地球上の生物を全部滅ぼすと。で、そこでリリスっていう第二子孫っていうのが人類の卵として産み落としたのが人類なの。だから人類って使徒なの。で、その時に地球にもともと残ってた生命体っていうのは月に行ったっていう考える。それがアダムがあるとか。そういう設定があるの。で、その火星からやってきた生命体っていうのが17個の使徒があるんだけど、それはそのリリスが封印してるんですよ。で、それが目を覚まして、要はその生物の循環っていうか、一回人類を終わらせて自分の生命体っていうのを取り戻そうとすると。そのためにアダムと融合を果たそうとするんだけど、それを止めるために作ったのが、そのリリスのコピーでできたのがエヴァンゲリオンなんですよ。薄い本は抜ける？あ、そうなんだ。うん。腐女子なのかな？アイウェオさんは。だから、結局その人類同士の戦争なんだよ。人類というか生命体同士の戦争って言った方がいいのか。で、すべての生命体をエヴァで、その人類は勝ち取るんだけど、結局、その人類も首都だから。そうそうそう、うん。人類同士の最後の戦争が始まるっていう。結局だから止められなかったっていう。その、ね、人類の祖先から、その地球は守ったっていうか、人類は守ったんだけど、人類同士は争っちゃったよねっていう話。うん。そうそう。で、エヴァンゲリオンの面白いところっていうのは、そういう、その、裏付けとなってる根拠みたいなのを一切説明しないからよくわかんないんだよね。うん、だから、シンジ君がなんでエヴァを操縦できるのかとか、なんで綾波は初号機が乗れたのかとか、アスカは2号機なのかとか、全部理由があって。
その使徒っていうかね、そのエヴァンゲリオンっていうのはコピーなわけじゃん。使徒の肉体のコピーなんだけど、魂がないと動かないんですよ。魂とのシンクロ。で、お母さんは何をやろうとしたかっていうと、そのテストで自分の魂をエヴァに取り込もうとしたんですよ。要は、その、イカリユイっていう存在で初号機が一体化するみたいな実験をやったの。で、その時に、エヴァ初号機に魂と肉体を取り込まれちゃうの。で、眠っちゃったんですよ。だから、シンジ君しか動かせないの。要は、あれがでっかいその母親そのものになってるから、その胎児である自分しか動かせないんだよ。だけど、その、綾波レイっていうのは、なんで動かせるかっていうと、第二章の魂を持ってるの。で、初号機っていうのは第二章の肉体のコピーだから、第二章の魂を持ってる綾波レイと初号機はリンクできる。だから、0号機も動かせる、初号機も動かせる。だけど、初号機のシンジ君が乗っちゃったら、碇ユイのその魂の方が作動しちゃってるから、だから綾波が動かせなくなるの、後半で。渚カオル君は第一師匠の魂を持ってるのね。だから第一師匠の魂を持ってるから、その他の魂のないエヴァを動かせるの。学校の先生になれねえだろ。そう。で、その使徒の肉体を持ってる人、綾波レイと渚カオルっていうのは目が赤い。それは人間じゃない証拠。で、綾波レイの肉体、魂は使徒なんだけど、肉体の方は何なのかっていうと、お母さんのコピーの。だから近親相姦って言われて。で、シンジ君の肉体をコピーしてできてるのが渚カオルなんですよ。だから渚カオルっていうのは実は魂はシンジ君と渚カオルで、要は第一子だから違うんだけど、肉体自体はあれ、ほん、あの、二人とも一緒なんだよ。だからシンジ君の完成形として描かれてるの。要はシンジ君の理想の自分。おはよう、赤マリンさん。そう。だから、シンジ君は惹かれるの。渚カオルに。で、渚カオルっていう文字を見てみると面白いんだけど、アナグラムになってて、死者。要は、使徒であることを暗示してるのと、死ぬ人。もうこの人は死にますよ。渚っていう字ってさ、さんずいに物って書くでしょ。カタカナで死者って書いてあるでしょ。だから、この人は死にますよっていう。この人は最後の死者ですよ。使徒ですよっていう。っていうのも暗示されてるし、カオルのおって、カタカナをあいうえおのおじゃないんですよ。和、を、んの、をの方なんですよ。で、かおるっていうのを一個前の文字に戻すと、終わりっていう風にアナグラム書いてある。だから、最後の使徒だっていうことを、渚かおるっていう文字の中に、書いてある。かとおとる、かとおとるっていうのを一個前の文字に戻してみると、終わりになるじゃん。そうそう。アナグラムっていう、言葉遊びだ。そうそうそう。死者。あれだよ。エヴァンゲリオンの六分岐言動とか、イカリっていうのも、海の怒りだと思ってる人いるでしょ。あれ全然違くて、六分岐っていうのは、その分度器コンパスのこととか、だからフリーメイソンのことなんだよ。だから、神事っていうのは、神様の子供って書いて神事なんだよ。そういうふうになんか裏の設定、フリーメイソンとかすごい絡めてんのよ。うまいよ。やっぱり、そう、陰謀論とかをね、めちゃめちゃ織り込んでるんで、エヴァンゲリオンって。六分岐言動、碇。碇ね、定規のことか。コンパスと定規になってんだよね、だから。だから神の子供信じ。で、エヴァを開発するのは、あれでしょ？お母さんでしょ？これ吸ったら寝ようか。もう4時だよ。エヴァンゲリオンの一番いいところはね、キリスト教の世界観で最後仏教の答え出すっていうのが最高にかっこよかった。子供の頃わかんなかったんだけど、
あれはね、結局仏教の悟りを描いてたよ。そう。ずーっと西洋哲学とか、キリスト教、ユダヤ教の世界観だけで書いてたんだけど、最後の最後ね、仏教観に変わるんですよ。そこは最高にクールだったね。そう。シンジ君が自分の思い通りに世界はできるんだって、僕は解釈を変えられるっていうことに気づいて、で、おめでとうって言われるシーンがあるんだけど、あれは悟りを意味してるんですよ。要は、この宇宙っていうのは僕の解釈次第でどうにでもなるんだっていうことに気づくんだよね。だから、実は、自分の嫌なこと、世界が嫌だって言ってたけど、実はその嫌な世界を作ってたのは僕なんじゃないのかっていうことに気づくっていう話。シンジ君は悟って終わるんだけど、アニメ版だと。新劇場版だと、輪廻しちゃうんですよ。要はまた、悟って LCL になって、綾波と、一体になって、要は宇宙滅ぼして死の世界に行くのね。全人類が一体になるんだけど。で、そこで悟ればよかったんだけど、要は世界が終わって、要は解脱するはずだったんだけど、シンジ君が言っちゃうの。でも、僕は、この心地いい世界よりも、君と手を握り合う。分かち合えないかもしれないけど、分かり合おうとする世界がいいみたいなことを言って、綾波とセックスしてるんだけど、それは抽象的概念でセックスしてるのね。要は世界が一体になったことを表明してる。世界そのものが綾波レイだから。それはお母さんが作った世界だから。だからその手を握って、要は僕はやっぱり地球に戻るよっていうか、世界を作り直すよって言って、世界を作り直しちゃう。で、その時にまた苦しみが始まることを描いてるんだけど、要は輪廻しちゃうっていうことはさ、人として生まれ落ちるわけだから、仏教的に言ったら悟ってないっていうことを意味するの。だからそれが面白かったよね。アニメ版では悟りを開いて終わるんだけど、新劇場版だと悟りを開きそうになったんだけど、やっぱりその人間に戻りたいって言って。で、地球上に降り立って苦しみが始まるっていう、まさに仏教的な輪廻転生っていうの。そうそう、輪廻転生。また苦しみが始まるっていう世界観で終わってる。簡単に言うと、碇シンジっていうのは、実は、生き残るために選ぶ相手、パートナーを、綾波レイを召喚しようとしての。要は、地球全人類が滅んだ世界観に、自分と綾波しかいない世界っていうのを作ろうとしたんだけど、なぜか知んないけど、アスカが、そこにいるの。だからアスカのこと殺そうとするんだけど。で、なんでアスカがこの世に呼び出されちゃったかっていうと、その時にね、包帯とか巻かれてるから、綾波レイの象徴として描かれてるんだけど。だって、アスカってさ、ほら、暴走した時別に、誰からも包帯巻けるような状況じゃないまま死んじゃってるから。シンジ君が意図的にその包帯を巻いたイメージで、綾波レイのイメージでアスカを召喚しちゃってるの。それはなんでかっていうと、アスカの子供、アスカのお腹の中にシンジ君がいたから。だから、アスカのことを殺そうとするんですよ。だから、まさに苦しみでしょ。思い通りにいかないことじゃん。だから、悲劇なんですよ。あの話は基本的に。アスカはそれでエヴァ一時期乗れなくなるんだけどね。よく考えるよね。バカなふりしてわからないように作ってるけど、めちゃめちゃ考えて作ってるなっていう。なんかオタクの知識をすごい、なんかすっごい、なんか日本中のオタクが凝って凝って練って練って作ったような作品が「エヴァンゲリオン」だから、すごい面白い、見てて。伏線の張り方がすごい。最後の方、話が難しい。どの辺が分からなかったか言ってもらえれば、多分解説はできると思うよ。理解度がすごい。そういう視点で見てなかった。俺はだから、エヴァンゲリオンっていうのは本当人生に多大な影響を与えた作品で、すっごい影
影響を与えられて、それがきっかけで宗教の本読むようになったし、そのキリスト教の聖書読む、ユダヤ教の聖書読む、仏教を読むっていうのは実はエヴァンゲリオンきっかけなんですよね。ドブネズミさんいらっしゃい。おめでとうがわからないっていうのは、さっきも言ったんだけど、そう、シンジ君っていうのは嫌なことの連続なん、200回ぐらい見ましたね、トータル、アニメ版の方は。DVD ボックスも中学生の頃に買って、4万円、お年玉、2年間貯めたお年玉で DVD ボックス買って、ほんと、DVD がボロボロになるまで、もう見れなくなるまで見ましたよ。よくビデオテープだったら擦り切れるまで見るって言うけど、俺本当に、これ冗談じゃなくて、毎日自分の部屋で、プレイステーション1に、エヴァンゲリオン DVD にエヴァ流しながら寝てたぐらい見てた。ずーっとエヴァ毎日、もう3年4年ずーっと見てるみたいな。おめでとうっていうのは、だから、シンジ君っていうのはもう、この世に生まれてからずっと苦しみしかないわけよ。その作品見てたらわかるじゃん。で、嫌なことしか起こらない世界なわけよ。で、その、シンジ君の精神世界である日気づくわけじゃん。要は、シンジ君は言うわけ。この世の中で起こってる苦しみっていうのは、実は僕が作り出した現象なんじゃないのか。要は、嫌なことが起こった時に嫌だって捉えてるのは自分なんじゃないのかっていうことに気づいたの。っていうことは、自分の解釈っていうのを変えたら、世界は変わるじゃないかっていうことを言い出す。それは、何にもない真っ白な画面に、棒線が引かれて歩くシーンとかがあるんだけど、そこでずっと解説をしてんのね、シンジ君なりの。で、簡単に言うと、シンジ君っていうのは、この世の中が嫌だ、この世の中が間違ってる、この世の中には苦しみがないっていうふうに思ってたけど、そう思ってるのは、僕がそう思ってるからなんだっていうことに気づいたの。その瞬間に画面がバリーンって割れんのよ。パキパキバリーンって割れて、仲間たちがおめでとうって言ってくれる。それはどういうことかっていうと、この世界は変えられるんだって、僕は生きていけるんだって。いう、その、要はニルバーナだよね。悟りを開くんですよ。だからその、今まで生きてきた世界をぶっ壊すっていう抽象的概念をそこで作ったの。で、それで悟ったって言って終わるの。神話になれ、つってててててててつって。だからそれを現実世界で書いたっていうのが、要はセカンドインパ、サードインパクトを自分で引き起こすっていう現象ですよ。誰かの解説書でも読んだの、自力で紐解いたの、解説書もかなり読み漁りましたね。エヴァの解説書だけでも、5冊ぐらい読んだし、フィルムブックっていうのが当時売ってて、それも全冊持ってたし、いろんな解釈が織り交ざってますね。いやいや、まあまあ何回も見てるし、解説書も読んでるしっていう、あくまで僕の解釈ですよ。それは、それが正しいわけじゃないから。俺はこういうふうに見たよとか、こういう説が納得できるよっていうだけ。だって俺作り手じゃないから分かんないもん。作った人しか分かんないでしょ、本当のことは。妄想の世界に行ったっていうことじゃなくて、それは仏教を知らないとよく分かんないかもしれないんだけど、じゃあ仏教解説する？あ、ブルさんおはよう。仏教解説をすると、世界で起こってる現象っていうのがあります。で、実はそれは実在があるって勝手に思い込んでるんだっていうのが仏教解釈なんですよ。例えばここに始末孝光っていう実在があるっていうのは、実は証明することができないこと。ね、例えばそのタバコがあります。で、タバコっていう現象に対して煙たいとか臭いとか、ネガティブな感情を抱く人もいれば、うまいとか、高いとか、税率が上がるって。もう、一個の物事に対して複数の現象とか解釈っていうものが存在すると。だから、実は、その解釈っていうのは変えられるんだっていうのが仏教の根幹にあるんですよ。で、もっと厳密に言うと、世界にある情報量っていうのは無限に存在するんだけど、人間っていうのは限定的に自分の見たいものしか見れないっていうのが人間だっていうのはもう、脳機能学で証明されてるんですね。自分に注意があるもの、例えばその過去トラウマになったものであるとか、好きなものとか、嫌いなものしか見えないの、人間って。フィルターがかかるんですよ。で、要は結局その解釈さえ変われば、世の中をフラットに正しく捉えられることができるでしょって言ったのがブッダ。で、そのブッダが見た世界っていうのはニルバーナ。簡単に言うと、例えばさ、普通の人だったら、自分が子供を生まれました。自分の子供が一番可愛い。で、例えば、そうだな。人殺し。人殺しの命と自分の
子供の命っつったら自分の子供の命を優先するのが正しいと思うのが普通の倫理観だけど、仏教のブッダの見た世界っていうのは、その辺に転がってるホームレスの命と自分の子供の命が等価値である。もっと言うなら、ここにある水と自分の命が等価値であるっていうのがニルバーナの状態だ。だからそういうね、仏教観みたいなものを理解しないと、真珠君が言ってることっていうのは理解できないかもしれない。フィルムブックの端っこにうんちくがいろいろ載ってた。面白かったね、フィルムブックは。あれは活性化だったね。つまり、簡単に言うと、突き詰めて考えるとなんだけど、仏教理論では突き詰めて考えると、何が一番最後に残るかっていうと、自分の命だって考えるの。自分の命とか自分の情報、つまり自分のデータベース、だから自我って呼ばれるものなのね。で、結局自我が一番の悪の根源というか、欲望の根源が自我なんですよ。で、仏教のすごいところは、自我っていうのは実は幻であるって考えるの。これどういうことかっていうと、突き詰めて考えると自我しか残らないって考えるんだけど、自我すらも幻。色即是空っていうのは、すべては幻って意味で捉えていいと思う。もっと厳密に言うと全然違うんだけど、この世の中に存在するすべては幻っていう解釈で合ってるんですよ。本当は違うんだよ。だけど、普通の人、仏教がわからない人にはそういう解釈でいい。で、これはどういうことかっていうと、この世の中にするすべての存在っていうとわかんないかもしれないけど、突き詰めて考えると、コガ。要はアートマンの否定をしてるの。要は自分なんてものは存在しないって言ってんの、ブッダは。わかるかな？ああ、だから量子力学とかが最近仏教に追いついたって言われてるよね。西洋哲学。シュレディンガーの猫とかそういう話だよね。あとなんだっけ？不確定性原理だっけ？なんかすごいっていうか、だから、なんか仏教って頭が悪いと思われてるのがすごい尺に触るんだけど、めちゃめちゃ頭使う学問なんだよね。だからそれを体験的に手に入れなさいって言ってんの、ブッダは。それを理屈で考えないで、それを体感として手に入れたものが、ニルバーナだ、さ、あの、ブッダだっつってんだよね。目が覚めた人だって。真珠君は瞬間的に悟るんですよ。でも悟りイコール死なんだよ。自分が死んでから悟ってるでしょ。そう。だから日本ではさ、死んだら仏さんになれますよっていうのはそこなんだよね。それをうまく描いてるのがすごいよね。ブッダの言葉って本持ってます？持ってたかな？ブッダの言葉持ってたかもしんない。スッタニパータとか入ってるやつだよね。ブッダの言葉ね、確か家に持ってたはずだよ。もうなくなっちゃったかもしんない。逮捕される前に家に持ってたのかな。ブッダのこと、スッタニパータとかさ、スッタニパータいいですよ。ダンマパタとか。簡単に言うと、原始仏教って言って、俺が好きな、あ、持ってる？スッタニパータとかいいですよ。ダンマパタとか。簡単に言うとね、おそらくブッダ本人が言ったであろうって言われてる本当の仏教のことです。みんながね、知ってるね、般若心経とかって、ブッダが死んでから何千年も経ってからできてるんですよ。だから、おそらくっていうか、ほぼ確定なんだけど、大乗仏教って言われるお経、要は、般若心経とかそうなんだけど、仏教とあんま関係ないんですよ。悲しいことに。ブッダの教えと全然、本質的には合ってるかもしれないんだけどね。まあ、ブッダ言ってないよねって言われてるよね。高架機動隊にも出てきますよ。スッタニパータ。ダンマパータだってな。スッタニパータだってな。有名な荒牧が言いますね。馬頭に、孤独に歩め、悪をなさず、求めるところは少なく、林の中の象のようにっていうね、一節がありますね。まあ、イノセンスっていう多分作品に出てくると思います。でも
最近ガンダムオルフェンス見てんだけど、荒屋敷っていう、その仏教用語が出てくるのがちょっと面白かった。荒屋敷システムって言って。仏教フリークの僕からするとね、荒屋敷が出てくるのは結構簡単、感動しましたよ。荒屋敷。まったりっつうか眠いな。でもあれだな、生きてる間本当に悟りたいね。本当に思う。一度でいいからそのブッダが見た景色を見てみたいよね。すごい世界が綺麗に見えるんだろうね。キラキラし。すごくない？だって自分の命と他の全ての物質が等価値に見えるって考えると、多分普通の人って、えって自分の命を無駄にしてるっていうか価値を下げることだと思ってるでしょ。俺は逆の解釈をしてて、自分の命と水とかこのお茶が等価値になるっていうことは、全てが自分と同じように守りたいとか、その、なんつうんだろう。やっぱ自分好きじゃん。みんな。自分の命が最高のものだって考えてるってことは、この宇宙の存在そのもの全てのものが、それくらい等価値に美しいって考えられるってことだと思ってるから、すごい、その、世の中が美しく捉えられるんじゃないかと思ってて。だから悟ってみたいですね、生きてる間に。パーッと開けるんだろうね、多分。それこそ、その金にも支配されないし、欲望にも支配されない。だからね、さっき性欲がどうのこうのってあったけど、性欲、食欲、睡眠欲とか、すべての欲から超越した存在なわけだから。ゴキブリは可愛く見えるでしょ、間違いなく。グラップラー、俺の大好きなグラップラーバキ読んでたらわかるけどね。バキはね、ゴキブリ見たら土下座するからね。先生って言って。師匠か。師匠っつって。ご無沙汰してますって言って。私には意味がわからなかったけど、友達が一度死んだって子がいる。鳥になれたって。ああ、そういうことだろうね、多分。そういうことだよ。そうそうそう。そういうことだよ。結局、そういうことだと思う。俺はだから、その、生まれ変わりはないと思ってて、自分をまた繰り返すっていう説を唱えてるんだけど、ずっと自分を繰り返すっていう。で、100点取ると、もうやめていいよって、もう始末坂道十分やったでしょって、100点だよって、その宇宙のシステムが言って、この宇宙から消えてなくなるご褒美があると思ってるね。それがなんかこう自分なりの死生観だから、俺は何回も言うけど、俺自分の人生を1回目じゃない気がするんですよ。なんかもう何十回も何百回も始末坂道やってるなみたいな。六道輪廻の任道みたいな。まあ六道輪廻のだから本来の意味はそういうことだと思ってるね。仏教ではそのなんかね、生まれ変わりあるっていう宗教じゃないはずなんだけどね。本来はブッダはそういう意味で使ってないんだけどね。そこはまあ仏教解釈の難しいところで、それはね、なんて言えばいいのかな、
水の説明をしてたら、水について語ってるとは違うでしょっていうことだよね。ブッダが水について問われて水の説明をしてるときに、ブッダの主張として捉えるのは別なんじゃないかっていうのが俺の解釈なんですよ。仏教解釈。だから、ブッダが六道輪廻を説いたとは思えないんだよね。バラモン教にもともとあった死生観を説いてるようにしか聞こえないんだよね。まあそこはね、宗派が分かれるぐらい、戦争が起こるぐらいだからね。ナルトも仏教と、あと何か設定あるんだろう。わかんない。ナルトあんま好きじゃない。新しいフォロワーさん、エンチャンさんフォローありがとう。ありがとうございます。もし、気に入ってくれた人は、過去の放送、下に YouTube の動画、過去動画全部上げてあるんで、YouTube もチャンネル登録してください。チャコさんいらっしゃい。楽しんでて。もうすぐ終わるけどね。もう寝ようかなと思ってて。そろそろ私は下脱します。配信会から下脱します。 あ、バーガープレゼントありがとう。アイテムありがとうございます。嬉しいです。 Thank you。 寝るか。もうエヴァンゲリオンも語ったし、スタジオも入ったし、涅槃します。じゃあみんなお疲れ様です。おやすみなさい。また明日。バイバイ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。